皆さんこんにちは。今日は令和3年1月10日日曜日、私はただいま静岡県三島市にございます三島市立公園楽樹園に来ております。ただいま小浜池の近くに来ておりますけれども、小浜池はご覧の通り水がだいぶ干上がっちゃってますね。今回はここ楽樹園で行われます三島ベジタブルフェスの様子についてお伝えしていくことにしましょう。相も変わらず喋りは下手くそではありますけれども、これに懲りずお付き合いのほどよろしくお願い申し上げます。干上がった小浜池を後にしまして、それでは早速メイン会場へ向かうことにしましょう。まあ実を申せば、本来でしたら駅前口から撮ってはいたんですよ。しかし途中でカメラのデータが飛んじゃいましたんで、ここは小浜池の様子からとさせていただきます。楽樹館が見えてきましたね。この橋を渡れば楽樹館の前にたどり着きます。ただいま旧小松宮別邸であります楽樹館の前に来ております。見学時間は10時半からとなっておりますので、またの機会にしましょう。これは全くの余談なんですけども、今まで小浜池のことを小浜池なんて呼んでたんですけれども、まあ、がんはつかないのが正式ですね。ただいま三島ベジタブルフェスの会場に来ております。この三島ベジタブルフェスなんですけども、動物性タンパクを一切使ってないものを出してるそうです。ただお昼にはまだ早いですので、それなりのものをピックアップしていきましょう。まあスイーツガンも湯豆腐、お昼には早いですけども早速行ってみましょう。そうなん、タイガーマスクした。すいません、湯豆腐を一つ。はい、はい、すいません。タイガーさん食べていかないのかな。でもマスクあるから食べられる。そうやったらね、ダバダバかけても大丈夫ですよ。わーい、うん、こんなもんかな。もしやれなかったらね、ポン酢もいいけどね、合わせもいいかもしれません。あ、はい、200円だから別にほら、マスクを決めたいので。はい、さて、先ほどの方にあって昆布醤油いきますか。はい、あ、じゃあ今行きましょうか。はい、ありがとうございます。ストップ行ってください。ストップ。はい、はい、はい、どうも、いただきます。よかったらね、はい、うまいね。あ、本当ですか、嬉しい。うまい。こちらが先ほど買った湯豆腐になります。まあ見たところ木綿豆腐みたいなんですけども、まあ実際どうなんでしょうか、いただいてみることにしましょう。昆布醤油をかけていただいたんですけども、まあそれでもしっかりと豆腐の味はしますね。まあ豆腐の味と申しましょうか、まあ大豆の味ですかね。なかなかいいですよ、これは。もちろん完食いたしました。
今度は薩摩スティック行きましょう。すいません、薩摩スティック一つ。はい、100円になります。はい、いらっしゃいませ。ありがとうございます。はい、どうも。今度はこちらの薩摩スティック行くことにしましょう。ああ、話に行けばこれは三島鑑賞ですので心していただくことにしましょう。うん、これが三島鑑賞ですか。あ、これぞ三島鑑賞。そんじょそこらのさつまいもとはわけが違いますね。確かにこれは甘い。当然ながら完食いたしました。今日はね、三島の楽園園でベジタブルフェスというイベントがあるので、お呼ばれして演奏することになったら、ありがとうございます。なんか新鮮にいっぱいということでね、逆に緊張しちゃって、これこうね、新成人に何かかける言葉ありますか。新成人、はい、いや、まだまだ人生ね、始まってもいないんだから、大人になってもいない、こんな大人になってはいけない。園内に設けられた特設ステージでは11時頃からライブが行われていました。ことにしましょう。今日は野菜カレーだけみたいですね。わあ、盛りできる。今回の野菜カレーの具はじゃがいもに人参、玉ねぎ、ブロッコリー、エリンギとありますね。すいません、はい、野菜カレーを一つください、はい、はい、ありがとうございます。もうお使いください。はい、どうも。先ほどの豆腐があまりうまかったんでまた行きますか。ほら、社長が周りの人。はい、どうも、こちらこそ。暇でしょうがない。そうだよ、うちらはもう3連休だよ。あ、そうだ、あ、気
休業保障でなんとかこんなことやってると怒られちゃうけど言ってたこういうの来たよ、うん、だからほらお金は出さない代わりにそれを継続していけるうん、だけど絶対もう死にはできるわけないですそうですかありがとうございますせいで数ヶ月で終わることだなんていただくまあ、柿田川カレーさんに頼むときは大抵の場合タンドリーチキンにするんですけども今回はベジタブルフェスということで野菜カレー一択ですねそれではいただくことにしましょうこれはうまい、まあうん、それではブロッコリーいきますかでこちらがジャガイモとこちらが人参そしてこのエリンギも行きますか、うんうん、こちらの豆腐もまた行きますかこれは2度も3度も食べたくなりますよこれはまだまだ魅力的な食べ物があるみたいなんですけども正直迷っちゃいますねまああまり食べ過ぎないように適当にピックアップすることにしましょうすいませんあれすげえなみたらし団子ってありますかありますこちらもみたらしですそれ1本ください、はい、はい、100円です、はい、ありがとうございますはいどうもせっかくですのでこのみたらし団子もいただくことにしましょうなら完食美味しくいただきました、大根豆乳ポタージュっていうのは気になりますのでこれいただくことにしましょうすいません大根豆乳ポタージュってありますそれ一つくださいこちらが大根豆乳ポタージュになりますそれでは早速いただくことにしましょう大根と豆乳以外に他に植物性の材料を使ってるとは思うんですけどもまあ動物性の材料を使わなくても美味しくできるもんですね確かにこれは美味しいですまだまだあるんで行きましょうかまだまだいけそうですのでそばをいただくことにしたいんですけども果たしてあるのでしょうかとすいませんそばありますかはいあれば山菜一つはいどうもありがとうございます大丈夫ですかはい大丈夫ですはいありがとうございます店だったんだけどねまあこちらの打ち立ての山菜そばせっかくですのでいただくことにしましょう小田堤さんの仕事手伝わなきゃいけないんだけど、はいはい、バタバタまあ打ち立てのそばなんでいただくことにしましょう今回は、まあ、天かすと七味も乗せたんですけどもこの山菜そばなかなかのもんですもちろん美味しくいただきました当然ながら完食ですの材料を使ってなくても十分美味しい食べ物を堪能しましたんでそろそろ楽十円を後にしましょうまだまだ菊祭りに使った首里城の模型ですか
そういうのも残ってますね。それでは駅前口まで行きますか。こちらの門もまだ残ってはいるみたいですね。そうですね、日中はスーツとか振り袖で身を固めた新成人の皆さんが大量にいらっしゃったみたいなんですけども、まあ、成人式が中止になっちゃいましたからね。駅前口が見えてきました。さて、楽寿園の駅前口前まで戻ってきました。以上をもって三島ベジタブルフェスを含めた楽寿園の様子についての動画はこれで締めることといたします。それではご視聴ありがとうございました。お気に召されましたらチャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またツイッターおよびフェイスブックもございますので、説明欄よりフォローのほどお願い申し上げます。